バーチャルメイドストリーマーナミエ、別れの時が近づいてきてる。いやあ、先生ケイスキだよ。前回旅行に来た俺たち、なぜか帰りに一回しただけ神社に寄ろうってことが話になりました。ラメちゃんのコスプレ姿が見えますよ、皆さん。この動画が見た人、ラッキーですね。でもね、この動画を見終わった後に、パート1から見直してくださいね、そんな人は。旅館のチェックアウトを済ませると、僕らは通にバスに乗って神社へと向かった。神社の最寄りのバス停で下車して、砂利道を歩いていく。すると、十分ほどで目的の神社にたどり着いた。神社の敷地内に入った瞬間、ラメがピタリと足を止めた。何かビビってきたような顔になってるよ。ラメ、どうしたんだ？いえ、こちらが圧倒されてしまうくらいに神聖な気を感じたもので。神聖な気を感じれる大使なんやな。さすが天使って感じかもしれない。僕には全く感じなかった。せいぜい草原だなぁと思うぐらいだ。やはり天使だからそういうのに敏感なんだろうか。ラミエは少し目を閉じて祈りを捧げるような仕草をした後、パッと目を開いて笑顔を向けてきた。すみません、もう大丈夫です、行きましょう。いや、神社の滞在時間短っ。あ、いや、これから入るんかな。今の時間だった、何が大丈夫ですなのか。本当に大丈夫なのか。何をしてたんだ。ちょっとしたご挨拶です。ようわからんけどさ。ラミエは多くを語らずに僕の手を引っ張っていく。ほーら、ご主人様、ぼーっとしてると時間がなくなってしまいますよ。あ、うん、わかってる、行こうか。はい。敷地の境内に、境内かな、教会か、教会に沿ってラミエと並んで歩く。なんて読みやったっけ、これ。なんか神社の結構手洗うやつよな。なんかさ、清める、手を清める。手水車でいいんかな。で、身を清めてから、さらに先を、進んでいった。あ、あそこで巫女服をレンタルできるみたいですね。ふぅー、これがメインですからね、皆さん。皆さん、ぶっちゃけ言ってば、この巫女服姿のラメちゃんを見ることがメインですからね、鬼にとっては。目に焼き付けておいてください、皆さんも。ラミエが指さすのは、拝殿から？なあ、俺漢字スキルなさすぎて、これでも読めんだけどさ、あとんかな、拝殿から少し離れたところにある建物だ。お守りなどを販売している区画のすぐ横である。本当に着るのか？どうしてそんな気まずそうな顔をするんですか？ちょっとここの中で若干あることといえばさ、結構エッチエッチって YouTube の R18 認定とか受けるかなって心配なところがある。どれぐらい露出の多い服なんだろう。巫女服やけん、さすがに露出そんな多ないんかな。そんなエッチな服装じゃないよな、巫女服だったら。けど可愛い系ではあるけど、ちょっとエッチエッチ系の巫女服ってさ、おっぱいポロンとかしたらせんかったら、それぐらいのことせんかったらエッチにならんよな、なかなか。何の話をしてるんだ俺は。なんというか、天使が巫女服を着る、そのミスマッチ感が可愛いらしくて、旅館でリーフレットを見ていた時は笑ってしまったけれど、実際に神社を前にすると天使と巫女の組み合わせはいきなりことのような気がしてくる。大丈夫ですよ、さっき挨拶もしましたし。そういう意味なんか挨拶って、その天使のことでオッケーよみたいな感じで気が変わるかな。天使の方も、天使の方もじゃないな、神の方も。いや、そういう問題なのか。そういう問題です。それじゃあ着替えてきますね。呼び止められる幕もなく、ラミエは行ってしまう。帰ってきた時がすごい天使になってるんだろうな。そわそわしながら待つこと少し、巫女服に着替えて出てきたラミエと共に拝殿の前へ向かった。どうだ、どんな感じで出てくる。おお、主人様、私の巫女姿は、わあ、あれ、なんかちょっと大人っぽくなってね、なんかちょっと見た目年齢上がってね、なんかそんな感じの印象を受けるんですけど、気のせいかな。なんかラミエちゃんちょっと
ちょっとだけ大人びたような見た目になってますけど、あ、髪の毛くくったんかな、なんかあれこんなくくり方してたっけって感じなんやけど、このお団子の部分、あれこんな感じのくくり方しとったっけな感じなんやけど、なんか後ろの方についてた天使のなんかビラビラみたいなのがなくなったね。どうって言われても厳密に言えばそれはちゃんとした巫女服ではない。膝上丈の部分だって普通はありえないだろう。上半身だってやたらと胸が強調されるようなデザインだし、そうかな。あんまり露出が多ないけど、俺そこにはあんまり触れんかったけどな。いや、俺結局ところ露出があるかないかで女の子の服装をチェックしようような感じになっとるやん。そういうわけじゃないんですよ。そういうわけではないんですけどね。なんか、あんまり見えてないから、あんま胸に関して立ちせんかったな、俺。ご主人様？あ、でも確かに、テントみたいになってるね。まあ、俗に言う父テントみたいな感じにはなってるんだね。あ、うん。よく似合ってると思うよ。本当ですか？ご主人様にそう言ってもらえて嬉しいです。そうね、可愛いよね、どっちにしても。ラミエってどんな服着ても可愛いよね。可愛いし、胸の膨らみはどうやっても消えんなよ、これ。もともとラミはすごく可愛いので、何を身につけていてもそれなりに似合う。さらに、容姿に加えてスタイルもいいので、いろいろと危うげな見た目になっていて、目のやり場にこだわる。これ、転んだらさ、足つまずいて転んだらさ、前がバサーってさ、はだけた状態に出てくるんだろうな。そういうやつないですかね。ここに来てそういうやつないですかね。神様のいたずら的なのないかな。どうしたんですか、神社だけに。さっきからチラチラと。いや、起きんかなって。神様のいたずら起きんかなって。いや、なんでもない。なんでこんなにドキドキしてしまうんだろう。普段の天使でメイドな VTuber 衣装の方が露出度は高いし、そもそも昨夜に至ってはラメの裸まで見ているのに。やっぱり私の巫女服はどこかおかしいでしょうか。確かに、あれだけ過激な服装を見てからのさ、露出の少ないこういうやや清楚寄りな服装なのに、何かときめいとる主人公がおるんか。そんなことないよ、すごい可愛いと思う。じゃあどうしてそんな他人行儀なんですか。だから神聖なものを目の前にしたような反応なのかな。ラメはすごく目立つから他の人の目で心配で。それなら心配する必要はありませんよ。ここにいるのはほとんど私たちだけですから。そうかな。そう言われて確認すると、僕ら以外の参拝客はお守り販売コーナーにいる数組だけで、あとはみんな帰っていくところだった。あんまコスプレ、この巫女服着てみませんかの部分あんま注目されてないんやな。みんなお守りメインか。他の人を気にせずゆっくりお願い事ができますね。てか巫女服着とる横の主人公さ、ごっつ普通な服装しとんな。もうちょい両足の服とかなかったかなっていうぐらい、もうそのまま部屋の中で一日すごい人の服装みたいな感じだと思うかな。イニシャル D の藤原拓海がファーストシーズンの時ようそんな服装だったなって思う。そしてラミエは僕の腕を絡め取った。ちょ、ラミエ。さあご主人様、一緒にお願い事をしに行きましょう。わあ、どうせ腕か肘あたりにラミエのおっぱい当たってるんやろお前それ。待って、ラミエ、ちょっといろいろ当たっててまずいんだって。いいや、感じとけ。今しか感じれんのぞお前主人公。ラミエちゃんがどっか行ったらその感触が永遠に感じられないものになるんだぞお前。受けとけ。私は気にしないので。ほら、気にしないってラメエちゃんは言ってるぞお前。むしろこっちから当ててけ。僕が気になるから。むしろ気になりすぎて散歩に集中できないくらいだ。僕の心を聞いてラメエがピタリと足を止める。ご主人様は嫌ですか。ほら、女の子にこんなこと言わせて、ほら女の子にこんなこと言わせたら男として罪やぞお前。え、私にイチャつかれるのは嫌なんでしょうか。やってくる言葉はないけど、いや、むしろ嬉しいって、いや、嬉しいよって言ってあげるところないよ、そこは、お前。むしろ嬉しく思うくらいだ。でも、恥ずかしさも相応に感じる。ご主人様
様の家に戻るまで私は恋人ではいられないのでしょうか。そうだ、そういう設定で言ったもんだよ。俺が言い出したことないよ。え？その言葉に胸を打たれる。旅行中の間だけでも恋人でいてほしい、そうお願いしたのは僕の方からだったな。はあ、恥ずかしがってる場合じゃなかったな。ありがとう、ラミエ。お礼を言われるほどのことじゃないですよ。帰るまでしっかり恋人として務めさせていただきます。もう恋人の中でも結構進んだ恋人みたいな感じの体勢ですけどね、これ。本当なら旅行が終わってもずっとそばにいてほしいんだけどな。そう思ってしまう心に蓋をして気を取り直してラミエに微笑みかける。願い事をしに行こう。はい。あー、この二人で、あ、こっちの方がサムネに合うとんかなーなんてちょっと思ってしまうぐらい。あー、でも抱きつかえとる方もいいしな、サムネどっちにしようかなって今悩んでる俺がいますよ、皆さん。動画の中でそんなこと言うもおかしいことですけど、そんな感じですよ俺今。両方ともスクショ撮って後でちょっと吟味しようかな。拝殿の前に二人横に並んで立つ。参拝のマナーに従って僕らは神社に向かって手を合わせた。静かに目をつむる。最初に思い浮かんのはやっぱりラメのことだった。ご主人様の心は枯れかけてしまっているんです。あ、今やってこの言葉出てきとるな。でも大丈夫です。必ず私がご主人様の心を癒してみせます。それが私の VTuber としての最後の役割ですから。最後の役割っていうのはやっぱりラメちゃんずっと一緒におれんってことをね、この時点で感じ取ったんやな。だからこそここで最後って言葉を使ったわけじゃ。はあ、終わりが近づいてくるにつれ、ちょっとずつ甘酸っぱさを感じるこの物語に、心に刺さるような BGM が流れてきた。最初にラメに会った時は、どんなアニメ展開だよ、と思った。推しのキャラクターが科学の限界を超えて会いに来てくれるなんて、オタクなら誰でも一度は考える妄想だ、確かに。でも、僕の場合、それは妄想ではなくて、現実だった。リアルだった。リアルって言った方がかっこいいね、なんか。おはようございます、ご主人様。よう、おはよう、リアル。あ、こ、うん、ラメちゃんはリアルじゃねえ。リアルだけどリアルじゃねえんだ。ご主人様。もう、ご主人様ったら。これまでのことが全部妄想だったみたいな展開になるんだろうな。ま、これまでの見てもらったことは全部妄想なんだけどね、みたいな。こんなゲームの終わり方されたら嫌やな。そうか、俺はこれまで妄想してたんだ。嫌なゲーム。それで最後終わったらえーってなる。これまででさ、ちょっとラメちゃんに対して思い取った温かい物語やなっていう感情どこ行ったってなる。ソーマトみたいになってる。主人公死ぬの。すごいや。ここ1ヶ月の記憶を思い返すと、どの場面にもラメがいる。やべえ、1ヶ月の話なんじゃ。1ヶ月ってさ、長いといえば長いかもしれんけどさ、大人になってからの1ヶ月ってすごい短いもんよなーって俺最近思っとるな。その短い間でもさ、こんなラメちゃんとの思い出がさ、こう頭の中でどんどん思い浮かぶんやけんさ、どれだけラメちゃんのこと大好きでラメちゃんに助けられてきたかっていうのが主人公の心情が伝わってくるような気がするわ。ラメはこんなにも僕のそばにいてくれたんだ。そういうことに涙が溢れそうになる。願い事しなきゃな。自分に言い聞かせるようにポツリとつぶやく。ラメのおっぱいが食べたい。あ、こんなところで選択肢出てくるんじゃ。ここは絶対セーブとかがあかんやつや。絶対ルート分岐に関わってくるよこれ。マルチエンディングだろこれ。ここ
でもさ、主人公の立場だったらラムエの今後を願うとか言うんだろうな。主人公さ、ちょっと人に迷惑かけるのを嫌がるタイプけん、人のさ、幸福を願うタイプやけん、今後を願うって言いそうやな。でも俺の心の中じゃ、どっちかってやったらさ、一緒にいたいと願ってしまうところがあるんかなって俺は思ってしまうよな。僕は、ラムエともっと、一緒にいたい。これを読んでなんて、見苦しいんだと思う。けれど、その気持ちに蓋をすることなんて、できなかった。ラムエと一緒に過ごした幸せな記憶を思い返せば思い返すほど、離れたくないという気持ちが強くなってしまう。頭ではラムエを求めてはいけないということは分かっている。けれど、心がその考えを拒絶している。ご主人様がこれからも笑顔を忘れずに過ごしていけますように。ラムエちゃんは結局俺のことを考えてくれているようだ。ラムエ。ラムエは僕のために神様に祈りを捧げてくれている。それなのに、僕はラムエと離れたくないだなんて自分のことばかりだ。いいんじゃないかな。これまで店長はさ、人のことばっか、自分で全部背負い込んで人のことばっか考えよった人間だったやん。こういうさ、こういう時こそ自分のことを考えてもいいんじゃないの。ラムエが天使として多くの人を導いていきますように。心の底から絞り出すように、やっとの思いで、そう願い事をする。それと同時に、隠しきれない悲しみが溢れてくるのだった。もう終わりの時なんやなって。ご主人様。あ、でもデートは続行される。わ、ちょっと、いきなり抱きつくなよ。すみません。嬉しそうに。それは謝るつもりが全くない微笑みだった。そういうところもまた可愛らしい。どんなお願いをしたんですか？あ、教えるわけないだろ。ラメのおっぱいが食べたいだなんて。むう、ご主人様のケチ。え、それはなんだ。言ったらいくらでも食べさせてあげますよみたいな感じ？そういうこと？ケチってなんだよ、ケチって。ご主人様には私のお願いも教えてあげません。僕が笑顔でいられるようにとか言ってなかったっけ？それは最後のお願いですね。え、最後のお願いってなんだお前。最後じゃないお願い、なんだったらお前なんだ。宝くじで一等当てたいみたいな感じのような、お前は 天国戻るんだろうが。なんだ、天国にも宝くじってあるんか。最後、他にもいろいろお願いしたんですよ。そんなことを言われると、ラメが何のお願いしたのか知りたくなる。でも、僕の願い事を話してしまうのはちょっと恥ずかしいし、何なんだろうな。一応元 VTuber だったけんさ、あの人とコラボしたいみたいな感じの夢は思うがな。うん。僕はラメのことについて願い事をしたよ。結局、ほんのちょっとだけバラしてしまうことにした。それ以上は言えない。私と一緒ですね。え、私のお願い全部ご主人様のことを思って土地神様に捧げました。あ、相思相愛やないかお前ら。どういう願いをしたんだ？それは言えませんよ。ご主人様だって教えてくれないじゃないですか。まあでも私の場合、どんなことがあっても口にすべき願い事ではないのかもしれませんけれど。わあ、もう叶わない夢なのか。それもしかしてラメも僕と同じ思いなんじゃないだろうか。僕とずっと一緒にいたいと思ってくれているんじゃないだろうか。あ、そうかもしれないな。けどもう叶わないんだから、口にしたらダメなことなのかもしれないと、そう思ってるんじゃないだろうか。そんなわけないか。ラメには天使としての大切な使命がある。それを放り投げてまで僕なんかと一緒にいることを選ぶだなんて。そんなこと
不意にラメに叱責される幻想を見た気がした。いつもは優しいラメが僕に対して唯一怒ったような態度を取る瞬間だ。昨日の夜露天風呂に入るまでだってそんなことがあったばかりだ。どうしても思い出してほしいんです、ご主人様が私を救ってくれた言葉を。ああこれそういえばな、この言葉が何なのかっていうのを語られてないんよな。そろそろ明らかになるんかな。ラメは過去にそんなことを言っていた。それが僕のそばに来た一番の理由なんだと。僕が忘れてしまっているらしい大切な言葉とラメが怒るのはリンクしている。そう考えたとき、忘れてしまっていた言葉が僕の頭の中に思い浮かんだ。お？私なんかって言っちゃダメだ。元気のない奴が誰かに笑顔を届けられるわけがない。か。あ、そんなこと言ったんじゃ。そうだな。自分が元気じゃないなら他人のこと元気できるわけないだろってことな。どうしてその言葉を。そっか、ラメが僕に思い出してほしかった言葉はこれなんだった。全てに納得がいった。ラメがどうして僕に対して怒ったような態度を取ったのかも明らかだ。ラメがまだ書き出しの VTuber で登録者数も再生回数も全然伸びなかった頃のこと。そうですよね、他にいっぱい可愛い子いますもんね。私なんかの動画なんて見なくても。ああ、そんな弱音を吐いたことがあるんやな。わざわざ動画アップロードして何を言うのかと思ったらネガティブなことを言い出したラメ。そんなことを言われても視聴者としては面白くないし、逆にその動画のせいで見限る人もいただろう。僕もそこで見限ってしまってよかった。しまってもよかった。他に面白い企画をしている VTuber はたくさんいるのだ。あ、でもなぜか彼女のことが放っておけなかった。彼女を何とかして励ましてあげたい。そう思って動画のコメント欄に長文を貼り付けたのを覚えている。その長文を締めくくる最後の一文がこの言葉だったのだ。ああ、いい話やな。現にさ、その言葉に励まされたからこそラメちゃんはこうしてさ、トップの VTuber になったし、でも天使に昇格したから別れるんやな。まあ、ニュースをさ、そういう一言のコメントがあったからこそさ、ラメちゃんがここまで元気にやってこれたってことがあるんやけどさ、そういう他の人からのそういうコメントがあったからこそなんよ。だからって言うわけでもないけどさ、視聴者さんも俺にもっとコメントが欲しください。もしかしたら俺は明日明後日でいけるかもしれませんよ皆さん。だったらコメントで切田圭介さんは面白いですよ、また動画見たみたいですってコメントしてくれれば長く続けるきっかけになるかもしれませんからね。もしかしたら君らが知らないうちに僕明日とか消えてるかもしれませんよ皆さん。あんな説教みたいなことをしておいて、僕自身が自分を見下しているんだから、そんなところを見たらそりゃ面白くないよね。主人様の言葉でもう一度頑張ろうっていう気持ちになれたんです。ああ。だから今のご主人様にもその言葉はきっと響くと思って。ごめんねラミエ、それからありがとう。ラミエが伝えたかったことしっかりと僕の心に届いたよ。いつから僕はこんな風に自分に自信をなくてしまったんだろう。自分に自信がないからこそ他人に嫌われたくなくて誰かを頼ることができずにいた。そうして何もかも全部一人で背負い込むことで自分を形成していたんだ。願い事が一つ叶ってしまいました。ラメイが恥ずかしそうに微笑んでいる。神様に感謝しないといけないね。そうですね、僕らはどちらからともなくもう一度神様に向かって手を合わせた。
そして心の底から感謝の気持ちを伝える。やがて祈りを終えて隣を見るとちょうどラメと目が合った。ふう、そろそろ行こうか。はい。ラメが再び腕を絡めてくる。もう僕に恥ずかしい気持ちはない。でも俺の息子はビンと立っているがな。ところでラメは他にどんなお願いをしたんだ。それはですね、教えません。やっぱり教えてくれないのか。願い事って口に出して喋ってしまうと叶わないんですよ。その法則が確かなら僕はこれから先輩顔を忘れずに生きていくことができないってことになるけど。いる最中に偶然漏れてしまった願い事はノーカウントです。都合のいいノーカウントやなお前。これは随分と都合のいいルールだな。主人公もそう思ってるわ。本当なんですから。はいはい。武器になるラミをからかうことでようで申し訳ないけれど、僕はどうしてもこらえきれずに笑ってしまったのだった。まあ神社での話も終わりか。意外といい話が聞けてしまった。帰ってきてしまったー。帰ってきてしまったー。終わりかー、このデートの旅も。旅行から帰ってきて我が家に足を踏み入れる。いつも通りの見慣れた光景に戻ってきてしまった。帰ってきてしまったな。ついそんな言葉が口から漏れてしまった。帰ってきちゃいましたね。旅行を名残惜しんでいるような声だった。ラメも僕もと同じ気持ちなんだ。こんな気持ちになっちゃダメですよね。せっかく楽しい思い出をいっぱい作って帰ってきたのに。そうだな。悲しい思いを抱えてはいけない。僕らは前を見て進まなければならない。たとえ大切な人と別れることになっても、天に決められたお互いの道を歩いていかなければならないんだ。ラメは多くの人を幸せに導ける存在なんだ。僕が足を引っ張っちゃいけない。お帰りなさいませ、ご主人様。気を引き締めるように言ってくだ。ラメがいつもと変わらないように僕にそう言ってきた。せめて最後のその時まで自然体で生きよう。そんな気持ちがひしひしと伝わってくる。ただいまラメ。気持ちを入れ替えるつもりで返事をしたのだった。そして日常が始まる。ご主人様、私から一つ提案があるのですが。なんだこのタイミングで。部屋に入って一息ついた後、溜まっていた仕事の、事務作業をこなしている時にラメがおぞおぞと訪ねてきた。提案？はい。おそらくあと1週間もしないうちに大天使様が私のことを迎えに来ると思います。そうか。その言葉に胸が積もる思いだったが、何度か飲み込んで平常心を装った。大天使様が迎えに来るまでの間、ご主人様に教えておきたいことがあるんです。何何？こう改まって教えておきたいこと？お掃除やお洗濯、お料理を面倒くさく思わない方法というか、長続きするようなコツを教えたいんです。わあ、ラメちゃん自身が消えても頑張れるようにみたいな。なんかそんなこと教えられたら逆にちょっと悲しくなってくるな。もうやっぱりいないんだなって。ラメちゃんは今後は私がいなくなってもご主人様が困らないように。ラメからの最後の世話焼き、最後まで僕のためになることを思ってそんなことを申し出てくれる。本当にラミエは優しくて強い子だ。ありがとうラミエ、教えてくれると助かるよ。またラミエが来る前の生活に戻るのも嫌だし。そうですよね。だって最初にご主人様のお部屋にやってきた時、足の踏み場がありませんでしたし。ちょっと意地悪な感じで言いやがってお前。そこまでひどくはなかっただろ。十分ひどかったですよ。私が雑誌を踏んづけて足を滑らせてしまったのを忘れたんですか？そしてラッキースキビが起きるかなと思ったのに起きなかったんだよな、あの時。
俺に倒れかかってきて、おっぱいを俺の顔に押し付けるまでが一連の流れだったはずなのにな。そういえばそんなこともあったな。シェイモジョをついたラミが怒ったような顔をして、僕も攻めてきたんだっけ。ご主人様が一人でも大丈夫なように、しっかりと教えていきますから。私がいなくなっても、おろそかにしちゃダメですからね。わかったよ。よろしくお願いします。ダミエ先生。先生になっちゃった。先生になっちゃった、お前。お任せください、ご主人様。ラミエは胸を張って、得意げな表情をする。それに対して僕は笑顔を返し、仕事に取り掛かるふりをして、すぐにパソコンに向き直ったのだった。テーブル5番さんの唐揚げです。もう痛いついとんよ。手伝いの姿が痛いついとんよ。お前、ダメの声が今日も僕の店に響いている。誰よりもスムーズで無駄のない手さばきで注文の入っているフードを作っていく。テーブル2番さんのオムライスです。はい、持っていきます。ちなみにオムライス、今日はこれでラストです。え、もうラスト？いつもは売り切れるどころか余るくらいなのに。今日はいっぱいオーダーが入ったので。もう大人気じゃないか、ラメちゃんがおるおかげで。ラメちゃん効果はすごすぎでしょ。うん、すごいもんな。だっておい、厨房なかとはいえ、こんな横乳がすごい見えるもんな。そんなことないですよ。まだまだ謙遜しちゃって、その横乳、つっついちゃうぞ、ツンツンって。実際にラミがキッチンに入る日は、お客さんからのフードの注文率が上がる。今日のように営業中に食材が切れてしまうということもそこそこにあった。店長、ラメの働きぶりを眺めていると、アルバイトの女の子が話しかけてきた。もう少しフードのストックを増やした方がいいんじゃないですか？ストックを？はい、だってラメちゃんが入ってくれるとき、フードの消費が多いじゃないですか。あー、でもね、これ、ラメちゃんいなくなるからな。っていう事実をさ、女の子たちにどう伝えればいいんだろうな。確かに。ラメがいつまでも僕の店にいてくれるなら、フードのストック数の見直しをする必要があるだろう。言ってなかったけれど、ラメは今週いっぱいで僕の店を辞めるんだ。え、どうしてですか？もしかして店長さん、本当にラメちゃんに手を出して、ラメちゃんに嫌われちゃったんですか？そんなこと言うんだよ。実家に帰るんだよ。日本から出て行っちゃうんだ。どうしてこんな急な形になってしまって申し訳ない気持ちはある。それでもお店の子たちにラメイがいなくなることをいつ使えるか悩んでいたから、このタイミングでちょうど良かったかもしれない。やがて僕らが話しているところにフードのオーダーを片付けたラメイが合流する。お疲れ様です。あれ、どうかしたんですか？皆さんそんなに暗い顔をして。ラメちゃん、今週いっぱいでいなくなっちゃうんですか？今店長からラメちゃんが実家に帰っちゃうってことを聞いたところで。その通りです。自分の国に帰らないといけなくて。どうしてこんな急に？私たちようやくラメちゃんと仲良くなれたばかりだったのに。ラメとの別れが辛いのは僕だけじゃない。ラメはみんなの人気者だった。ラメの笑顔にみんな癒されていた。あとオッパーにも。だからこそラメはここに留まっていなきゃいけないんだ。天使としてより多くの人間を導く使命を全うしなければならないんだ。急なことになってすみません。全うしなければならないんだよ、言っちゃったから。言えないんですけど、どうしても帰らないといけなくて。はっ、もしかして店長に何かされたとか。やめろ。俺ね、なんか俺がおせえとかだとなりそうやねと思う。店長さんに。昨日店長と二人きりでどこかに行ってたんですよね。そこで無理やり嫌なことをされたとか。おいおい、僕がそんなことするわけ？店長は黙ってて。推しが強いな、アルバイトの子。まるで親の敵のように担われてしまい、言おうとしていたことが喉の奥に引っ込んでしまった。
どうなのラメイちゃん、店長のせいなの？店長のせいなんだよね。やめろ、決めつけてくるなお前。なんでそんなに僕のせいにしたがるんだよ。確かに旅行先でいろいろあったけれど、ラメイを恋人のように扱ったり、それから露天風呂で混浴して裸を見てしまったり、いろいろやっちゃってるな。思い返すとかなり際どいところまでやってしまっているって言うんやけどさ、なんか話を聞くところによるとさ、このゲームね、Steam 版が発売されとってね、スイッチだけじゃなくて Steam でも販売されとってね、なんと Steam 版はですね、 R18 パッチっていうのがあってね、完全におっぱいボローンってなる姿も見れるらしいんですよ。興味ある方はそちらの方を お手に取って見てもらえればと思いますね。ほんまにね、割とエロゲーになるからね、 R18 パッチ入れたらね、ガチのエロゲーになるからねこれ。どれもいい思い出ではあるけれど、初恋のように甘酸っぱくて恥ずかしくなるようなものも少なからずある。アルバイトの子に詰め寄られているラミエもそういう出来事を思い出してしまったんだろう。いや、やばい勘違いされるや、それやばい勘違いされる顔よ、それお前。まあ顔を真っ赤にして慌てていた。何もなかったらなんでそんなに慌ててるのっていうか、本当に一緒にどこかへ行ってたんだ。ご主人様と一緒でしたけれど、本当にご主人様とは何もなくて。口封じされた反応なんよそれ。っていうかラメちゃんってどうして店長のことをご主人様って呼んでるの？痛いところ疲れた。もしかして店長にそういうプレイを強要されてる？いえ、ちゃんと店長さんって呼んでますよ。日本語にまだ慣れてなくて、国語の訛りが出てしまうというか。訛り関係ないやろ。店長さん、店長さん、御匠さん、ご主人さん、ご主人さん、ご主人様みたいな。なんか、途中おかしかったぞお前。頭もなんか、変になっとんかなというぐらいの感じのなっとったお前。その言い訳無理がありすぎるだろう。そう思ったものの、ツッコミを入れる暇なんてない。アルバイトの女の子の鋭い視線が僕に向けられている。この変態店長最低、女の時犯罪者。誰が犯罪者だ、誰が。お前らの雇い主だぞお前。ラメちゃんじゃなくて生ゴミでもたかっていればいいのに。めちゃくちゃ言い方がひどいな。人を早みたいに言うんじゃない。なんでそんなことを言われないといけないんだ。僕らへの扱いがひどすぎるだろう。一応この店の店長なのに。すみません、ご主人様。ラメが泣きそうな顔で謝ってくる。後でお仕置きな。ラメが気にすることじゃないよ。そう言って眺めながら何度目になるかわからない注意をする。ご主人様じゃなくて店長な。すみません。ああ、こんな顔でこんなこと言われたら俺だったらお仕置きしちゃうね。きっとこの癖は最後まで治らないんだろうな。そう考えるとちょっと微笑ましくて笑ってしまったのだった。朝、翌日、翌朝、目が覚めると、ラメに手を引っ張られて、キッチンまで連れてこられた。早速、ラメ先生の家事講座を始めてくれるらしい。おー、始まるんか。ご主人様に効率的なお料理の仕方を教えます。こういうのをさ、VTuber として、配信で教えてくれたらさ、その、家事効率化 VTuber 的な感じ、になれるんじゃないかなって。ライフハックを教えます系の VTuber になれそうな感じがするな。効率系な料理の仕方？作り方を教えてくれるんじゃなくて？はい。ご主人様はお店を持たれていることもあって、ある程度お料理ができますよね。確かに、うぬぼれでなければ人並み以上にはできるつもりだ。なので、作り方に関しては私が手取り足取り教えなくても、レシピをまとめたノートがあれば大丈夫だと思ったんです。
それで効率的な料理の仕方を教えてくれるっていう話になるのか。でも何を教えてくれるんだ。効率的な料理の仕方と言われても頭にピンとこない。私からご主人様に教えるのは家庭でお料理をする際の向き合い方です。気持ちの問題。向き合い方。朝ごはんを作る、お昼ごはんを作る、夕ごはんを作る。多くの人がそれぞれお食事時にその工程をすると思います。はいはい。でもそれだと手間ですよね。お食事時になったら毎回作って洗い物を洗わなければならないので時間がかかりますし。確かに僕もそれが面倒だから家ではカップ麺とかレトルト食品ばかり食べていたし。調理するときに手間がかかりすぎるものを除けばお料理で一番面倒くさいのは後片付けなんです。その後片付けが1日1回だけになるとしたらもっと楽に自炊できると思いませんか。夜まで洗い物を貯めておくっていうのか。そうすれば確かに手間は減るかもしれない。でも洗い物を貯めちゃう方が後になって洗うときに面倒くさくなるそうなものだけど。夜まで洗い物を放置するなんてダメですよ。汚いじゃないですか。害虫が寄ってくることにもなっちゃいますし。どういうことだよ。だったらじゃあどうやって洗い物を一回にまとめるんだ。簡単です。朝、昼、夜の3食分のご飯をいっぺんに作ればいいんです。作り置きをするということか。そういうことか。大昔と違って今は保存容器が進化している。保存容器ごとそのままレンジに入れて温めても大丈夫な商品だって増えた。使う調理器具や調理にかかる時間だって最小限で済みますし、何より洗い物がうんと減ります。なるほどね。出来たてを食べられないのが残念ですけれど、ちゃんと作れば美味しく食べられますし、時間のないご主人様にはちょうどいいと思うんです。朝昼夜と分けてご飯を作るのが面倒だから一回でまとめて作ってしまう。いい考えだと思った。僕の店でも前日に仕込めるものは仕込んで、提供するときは温め直すだけという調理方法を取るものだってある。そういうもんなんじゃ。作り置きをすることで手間のかからなさは身をもって知っている。それなら僕でも何とかなりそうだ。ですよね。早速今日は実践してみましょう。朝ごはんは鮭のホイル焼き、お昼ごはんはサンドイッチ、夜ごはんはハンバーグカレーです。マジで豪華やな。ハンバーグカレーとか久しぶりに聞いたな、その名前。ホイル焼きにハンバーグカレー、いきなり本格的だな。僕なんかにできるだろうかと言いかけて口をつぐんだ。そういう言葉を言ってはいけない。僕だってお店でいっぱいフライパンを振ってきたんだ。絶対にできるさ。おお、強気な言葉遣いになっている。早速教えてくれるかな。今日もあと1時間もすれば明日の買い出しに出かけないといけないし。はい。ラメの教え方はものすごく丁寧だった。朝ごはんを作りながら昼ごはん用のサンドイッチを作り、その過程で素材から染み出た自然の油を使って夕ごはんのハンバーグを焼いていく。別々で作るとそれなりに時間がかかる料理のはずなのに、洗い物の時間も含めても40分弱で全てが片付いた。早っ。まとめて作るとかなり楽だな。ラメの言ったように洗い物も少ないし。どうですか、これなら自炊を続けられそうですか。うん、何とかなりそうだよ。いや、将来自分で料理作らなあかんようになったらこういう感じで作ればええんやなっていう見本になるんやな。よかったです。今日作ったお料理以外にもいくつか簡単なレシピをノートにまとめておきますね。何から何までありがとう、ラミエ。いえいえ、私が好きでやっていることなので気にしないでください。でも俺がもし俺のところにもしラミエちゃんが来て今のこと教えてくれても3日後にはカップ麺すすってそうやな。なおと会話をしているうちにもうそろそろお店へ必要な食材を買い出しに行かないといけない時間になってきた。僕はもう買い出しに出かけるけど、ラメはどうする？私もお供いたします。うん、だろうなと思った。今日もお店まで来てくれるの？はい。お店の他の女の子たちにも最後の挨拶をしておきたいですし。そうか。そう言って寂しそうに笑うラミエ。ちょっとここなことを確認してしまったな。
じゃあ早速スーパーに行こうか。重たい雰囲気を散らせるように努めて元気よく言う。あ、ちょっと待ってください、ご主人様。どうした？どうかした？家を出る前に10分だけしてほしいことがあるんです。何？なんだいきなり10分だけしてほしいことって。してほしいこと？はい、ズバリお部屋のお掃除です。ラミエが笑顔で手渡してきたのはフローリングシートと専用のステッキだ。あ、その方法も教えてくれるんじゃ。これを習慣づけるだけでも清潔感が全然違います。家を出る前にわざわざしなくてもいいんじゃないのか？そうですね、もちろんお仕事から帰ってきてやるようにしてもいいんですが、疲れている夜よりも朝の方が習慣にしやすいと思うので。なるほど、そう言われると確かにそうかもしれないな。面倒くさいと思うものは習慣化してしまうというのは大事です。要するにお部屋を出るときは床のお掃除をするっていうルールを決めるんですよ。へえ、習慣化するってことが大事じゃんや。なるほど、そう言われるとなんだか簡単なことのように思える気がしてきた。習慣ね。幸いにして僕の仕事はお店の開店時間にさえ間に合えば、それ以外に時間を遵守すべきことはほとんどない。朝の掃除で十分の時間を使ったとしても、10分の時間を使ったとしても、生活や仕事に影響を及ぼすことはほとんどないだろう。ありがとうラミエ、やってみるよ。手渡されたフローリングシートと専用のステッキを受け取る。でも今までラミエに任せていたことを自分でやるようになっていくことに悔しさも感じていた。ほんまに終わりが近づいてきようやなって感じがするな。ラミエのやっていたことが少なくなっていくことに、ラミエとの別れが刻々と近づいていてるような気がする。頑張ってくださいね、ご主人様。うん、気持ちが落ち込んでしまって思わず元気のない返事をしてしまったのだった。だんだんラメちゃんがおらんようになった時のことを考えるような展開になっていってる。あと1週間。いや、どうにかさ、大天使さんもさ、あ、やっぱラメちゃん収穫のことなしになっちゃったね、めんごめんごみたいな軽い気持ちで言ってくれんかな。そしたらこれまで通り一緒にラメちゃんといつまでも過ごしていけるんだけどな。ねえ、ラメちゃん実はこういう欠陥があるから大天使になれないんだよみたいなことをアピールしとこうかな。やべえ、めちゃくちゃ性格悪いやつになってしまった。じゃあ今回の配信、今回の動画はここまで終わりだ。皆さんご視聴いただきありがとうございました。次回多分大天使来てお分かりになると思います。最後の動画までお付き合いください皆さん。それではお付き合い。